ちょっとコード弾いてもらいます、うん、はい、はいはいはい、こんにちは、ギタリストの副島です。そして今日はスペシャルゲスト、世界の友藤田さんということで、ありがとうございま す, います。今日初めてお会いさせていただいて、セッションもね、もう本当に初対面一発撮りで上げております。で、その動画もぜひ楽しんでください。そこで演奏した、まあ、フィールライクがあって、で、僕の生徒さんとか視聴者さんの中でもこのフィールライクかっこよく弾きたいという方たくさんいらっしゃると思います。なので今日はトモさんにフィールライクの、はい、まあ、コツ、どんなことを考えて弾いてるのかっていうところを、大きなテーマからちょっと具体的なフレーズってところまで聞いていってしまいたいなと思ってます。フィールライクはめちゃくちゃよくやるんですけど、はいはい、セッションで、うんうん、やっぱこの曲だけでなんかジャジーな要素とか、うんうん、ソウルフルな要素とかをもう一気に学べる素晴らしい曲だと。そうね、例えば初めの動画251でしょ。はい、251、ね、うん、でこのサブ5っていう半音進行でやって下がる。はい、でもこのサブ5がテンションっていうのは9th と 13th とシャープ11とか、ね、リディアンフラット7とか、そういうのをちょっと理論でちょっと学んでおいたら面白いし、はいはいはい、でも実際演奏する時はこれあんまり気にしないで、これだけ聞いて、そこなんですよね。一番初めに僕この曲がセッション大阪でやった時に、昨日東京で小島よしのぶさんとちょうどスタジオで一緒なんですけど、あの人と僕初めてセッションしたんですよ、僕が16歳の時に。でバンドは何も言わないでこういう曲をどんどんやるんですよ、はい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 、まあ言ったらレストランで自由に弾くって、それに僕は参加したんですよ、それがこれが1曲だった。でその時でまだそのスケールとか知らなくて、はいはいはい、でなんで良かったかというと、僕の知識で弾けたんですよ。どういうことかといったら、ちょっとコード弾いてもらいます、はい、ペンタトニックっていうんですよ、はいはいはい、それがなんかこの辺とこの辺で弾けると考えてる、ね、でなんかその当時分かんなかったのは、はいはい、なぜかマイナーペンタトニックがメジャーのところで合うみたいな、うん、それがよう分からなかった、ね、E フラットマイナーが弾けちゃう感じ。そう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 、こうで弾けますよね。そうそう、これ不思議ですよね。不思議なの、うん、でアナライズしない方がいいんですよこれ、うんうんうん、なんでかって言ったらやっぱりジョージ・ベンソンとかああいうソウルフの人が、だからこうなんかこうちょっとこうじらした感じで、こうマイナーからメジャーサードに行く感じ、そうですよ、それが合いますね。でだから初めなんかペンタトニックいけるなと思った曲だ、だから入りやすかった、なんかこれってフィールレイク弾く上で一番重要かなと思っていて、うん、2-5 のアナライズとか、うん、サブ5っていうのをやる前に、うん、そうそうそう、一番伝えた方がいいことなのかなと、ね、多分ね、フィーリングで弾くことで、例えば、うんうん、B.B. キングで弾かなかったの、はい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 、そう、でね、ここマイナーないんですよ、はい、でもね、マイナー弾いてから弾いた方がいいって、なんでかって言ったら、うん、やこれはあのね、コードこうやって打と弾いてから、あ、そう、なるほど、うん、だから僕は、へぇ、ところがね、これ譜面書いてあるでしょ、はいはい、これにするとちょっとファンシーなんですよ、うんうんうん、だから、うん、うん、セブンスコードで、うん、ソリストの人がここを狙ってくる、そう、狙ってくるから、狙ってくる時にこれやっちゃうと合わへんですよ。なるほど、だからセッションの時に、セッションの時にみんなこうやるでしょ、はいはいはい、これをってやるわけ。なるほど、その来た時にこれ今めちゃくちゃ勉強だ、はい、だからフィールライクのセッションする人必ずやっぱ譜面に忠実なんで、うんうんうん、こうなるわけよ、こ
ここは慣れってことですトップの。タラタララ合ってるんですよ、うんうんうん、ただ解釈はやっぱりオリジナルはそしたらね、例えばね、うん、って感じでこうだんだん下がっていく、はいはい、トップノートがどんどん下がっていく、そうそうそう、そういう感じで考えるの、そう、だから僕ね、季節にこういうの、そしたら逃げられるというか、どっちでもいけるんですよ、そうそうそう、そう、でね、これもね、これも、嫌でしょ、やりすぎるとみんなやるんで、はいはいはい、これも、こうやんすよ、はいはい、うおー、ティーアルペジオ、ね、あーティードレミスだから僕、リックでこうや、展開系と、そうそう、例えばね、あで、これもこういう曲もあるし、はいはい、こういう曲もあるし、でこれやります、おお、これなんかトライドの、これ、はいはい、これでしょ、これ、ここなんですよ、こうやって、そうそう、ここそれね、こうやるんですよ、あ、そうやるとそれでしかならない音なの、結構同じなんですよ、これと、本当だ、ナインスが入ってる、やるコツはね、でもうどんどん動かせる、へえ、これだけで一つの、そうそう、だからこれはこのカッティングができないけど、うん、これも使うんですよ、うん、コードだけでもこんだけ広げられるっていうか、そう、それでなんかできることがいっぱい浮かびますよね、そうそうそう、なんでね、この曲はなんかその練習の土台みたいな曲で、奨学金もらった時使った曲なんで、うん、この曲をだいぶ弾き慣れてきたなと思ってたんですけど、まだまだやれることあるなって今思いました、そうそう、結構あるんですよ、ね、トモさんはフィールライクのソロ弾く時にある程度もうこのコードをもう指板上でこう映しながら追ってメロディーを紡いでいるみたいな感じなんですか？いやあんまり考えてないですよ、コードは一応なんか基本コードがあって、うん、で基本コードの上にテンションコードがあって、うん、それがなんかこう融通が効くみたいな、うん、だ例えば生徒と練習したらさ、うん、一番基本の、そうそうそう、やったりね、うんうんうん、でメロディーはそんなに難しくないんで、うんうん、ペンタトニックのメロディーなんで、うんうん、そうそうそう、まあ、ペンタを基本的に歌いながら、例えば、うん、この結構大事なんで、はい、うん、分からないと弾かへんんですか、こういう感じ、うん、
があるんですか。これこれE フラット弾かない。あ、アイネックでここここも弾かないです、難しいから。だからね、簡単に僕よくレッスンでやるのは弾きやすいところを BB キングで弾いて、うん、で、いいなと思ったスティーヴィー・レイ・ヴォーンのマイナーペンダントリックそしたらスケール考えないんで。確かに、で、難しいところは休む。そう、休む、うんうん、だからこことか弾かない、こうやって。そうそう、その辺が BB やね、あれ確かに、うん、で、弾かへんから、うん、その言うと相手の方のコードがかっこよくなる。いや、今思いました、それ、うん、その時に僕あのめっちゃさっきのトモさんのやってましたもん。ああ、よかったよかったよかった。ソロはね、どうやとかあったらメトロノームだけでやるんです。あー、例えばよくあるのスケールは弾けるけど、トライド弾けるけど、うん、どうやったらアドリブになるのみたいになっちゃうんで、はい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 、そうそう、ちょっとリズミックで。7フレットの動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この度僕のオンラインギタースクールソウルギターラボがオープンすることになりました。副島俊樹の直接指導と完全個別のカリキュラムで1年で確実にネオソウルギターが弾けるようになる全く新しい形のオンラインギタースクールです。ギターの構え方から最先端のネオソウルフレーズまで網羅した豊富なレッスン、全てのレッスンに連動したアウトプットのフレーズ集、24時間365日いつでも悩みを相談できるあなた専属のコーチ、全国から集まった共に高め合っていく仲間、ギター上達に必要な全てがここにあります。現在7日間の無料体験実施中です。ソウルギターラボであなたを待ってます。